はい、ファミツアップのケンちゃんです。サヤです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。タンパクさらってっていう感じで、今回2月12日に撮影してるんですけれども、はいはい、はい、いや、レベル100に上げたんで、ほう、ハッピースイーツコラボガチャ、ちょっとね、キャラクター触っていきたいと思います。はい、という感じで今回は、はい、ちょっとね、僕がルシエラちゃん出せてないんで、ほう、剣士のね、ほうほう、ミコトちゃんとルシエラちゃん紹介動画ってことで、ほい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 、今回はね、ちょっとミコトちゃんからちょっと墓標するのをやっていきたいと思います、はいはい、という感じで、はい、という感じで、はい、性能が満たし、満たし、はい、リーダースキルが瞬間の歌い読みということで、バランスタイプの SP がかなりやっぱ、まあ、普通のやつですよね。ほうほうほう。で、アクションスキルまたこれ読みにくいな、あかね刺す花と先にし薄ら氷もかな、まあいいや、がもう小さいね、敵に炎、水属性ダメージを与え、30秒間自身の周囲に触れた敵にダメージを与える、オーブを出現させる。オーブを出現。オプション系ですね。はい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 。さらに、はい、自身の移動速度を30秒間 50% アップする。おお、今日強いじゃないですか。おお、いいですね。便利じゃん。で、うつらば月のおぼろ船かな。はい。敵に炎属性ダメージを与える。うん、その5、水属性ダメージを与える。シンプルですね。お、打って変わって。まあ、58減るので減るんでしょうね。で、オートスキル 15%、攻撃 15%、うんうん。敵撃破時に、炎、水属性強化 100%、上限10体。おお、1000パーまでいく。すごい。10倍までいくってことか。おお。プラ10倍か。までいくってことで、はいはいはい、ああ、キルアップ系ですね。いいですね。まあ、これ、炎と水属性ダメージを与えるキャラなんで、結構、相性よくない。あ、じゃあ敵をたくさん撃破してから S2 なのかな。 S2 とか S1 とかもダメージが与えられる。でカウンタースラッシュ成功時一定時間攻撃速度移動速度アップ。おお、これも移動速度アップするんだ、すげえな。めっちゃ速くなる。おお、でも結構まあ条件が必要だねというキャラで、ちょっと触っていってみましょうかという感じですね。はい、おカウンタースラッシュなんですね、うん、タイプとしてはまずは S1。 はいはいはい。なんて技でしたっけ。待って、あかね刺す花と先にし薄ら氷もよくわかんない。なんだっけ、和歌を読む子なんでしたっけ、みことちゃんって。なんかそんな設定だった気がする。という感じです。スイッチ、はいはい、お願いします。なんかビームゲースね。おお、あ、追尾するやつですか。追尾系ビーム打った後移動速度がさらにアップして、周りにこうやってなんかオーブがウィンウィンしてる。ウィンウィンしてる。これは転がっててもすごい。あ、すごいすごい。割とオーブが結構なんか敵の方にこうキュッキュッキュッっていってません。あ、で、うん、さらに SP も回復するっていう、結構高性能が多いよね、これ。高性能だよね。うん、あ、すげえこれ。あ、こうどんどん敵倒してるから。で、今カウンターもやったんで攻撃速度と移動速度がアップしてますと。はいはいはい。じゃ、なるべくカウンターを。わー、わー、危ない。ちょうどいいっすよ。やっぱ画面に入れとかないと。ほんとダメだ。あ、なんか輪が出てきた。はい、回復しとこう。いや、花剣いいわ。はい、 SP も回復しやすいから、うん、転がってるだけで SP が回復。あ、オーブでちゃんと SP 回復するんですね。するんですよね。だからこう転がりながら SP を回復して、うんうん、あ、勝手に、ね、あ、消えちゃった、出たみたいな、勝手にカウンター差し出た、ポンってやると、はいはいはい、強化されるっていうね、お、感じありますね。オーブかわいい。すげえな、面白いけどですね、うん、なんか全然違うんですけど、このオーブ2匹が、うん、あの月見とあまたの時に出てきた神様2体にしか見えない。ああ、でもな、関係あるのかね。え、関係ないんじゃない、さすがに黒猫キャラは。あ、確かに、そうか。どうなんだろう、実はこうストーリーで関わってたりするんですかね。そうなの、ほら、コラボでどっちのキャラもこうお互いね、出てきて。だってボロー様とか出てんじゃん。うん、だからもうこれ属性ダメージもこう神様なのかな。結構属性ダメージ上がってきました、うん、もう550。もうさすがに10体は倒したんで。あー、強い。 S2 見たい。 S2。 おー、やばいやばい。あー、危ない危ない。ちょっと待ってね。うんうんうん、はい、1回 S2 の属性ダメージが見たいです。アクアで SP が、はい、どーん、はい、なんか7150。おー、すごい、結構減りますね。うん、いい感じですね。へー、展開便利、うん、ドーン、わ、すごい。あ、すごいすごい。1万1000ぐらい出てる。初段と一撃目と二撃目で、うん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 、それぞれすごいですね。上りと下りで、はあ、なるほど。和光水ダメージ、炎を出して水って感じなんですかね、うん、へえ。
マグマジン出せそうじゃん。出せるかな。あとが水だから。あ、SH 切れてます。手が滑って。どんどん。お、すげえ、攻めてるかも。SH 出さないんですか？ちょっと待って、回復したい。ああ、なるほど。どーん。オーブ出すの好き。あ、やっちゃった。ピンチピンチピンチ。危ない危ない危ない。このオーブの属性がもう550乗るっていうのはいいですね、うん、なんか普通に助かる。わあ、すごいすごい、ザクザク減ってくる。転がってるだけで。あ、そっか、しかも鼻緒のスローがついてるから。鼻剣ね。鼻剣斧じゃねえわ。あ、そうそう、それが付与されてるんです、ね、状態異常とも結構相性がいい。そうですね。ね、わあ、これこれやだな。だからさっきからスローになってたのか。そうそうそう。はあ、便利。ドン減った。あ、すごい。うん、減った。属性ダメージ入る敵はもう湧き潰ししやすいね。うん、ガッサガサいける。あ、いいな、いいな。ドンドン、楽しそう。あ、このキャラ強いな。うん、オーラ、あ、圧ある。圧ある、圧ある、圧感じる。だから大体強いキャラ圧感じるから。圧感じる、結構感じるんだけど、やっぱちょっと自己完結型じゃないっていうところくらいじゃないのかな。結構楽ちん。お、本当だ。感じしながら喋りながら楽ちんでクリアできるし、結構強いかもしれない。なんか最近ほらオファー星6やっぱり、うん、なんかキャラどうしようかなって思うこと多いんですけど、うんうん、こういう属性2種類あって、しかもその属性値が高いキャラだと、なんかこうどこのオファー連れてっても活躍できそうな気はしますね。確かにね。あれとあれあれなんだっけ、ティアマトとか、うん、ドグとか、うん、結構いけそうな予感な感じがしますね、うん、あ、でもドグだとほらキルアップだから。あ、そう、キルアップとドグ結構相性悪いんだよな。あそこ、そう、あそこ3つしか出ないから。あそこマールで行った時地獄見たんだよな。地獄見たんだ。勝てたんだけど、うん、すごいですね。面倒さかったんだよね。まあいいやという感じで、次ははいはいはい、ルシエルちゃん。あ、これですね。ルシエルちゃん、はい、こっちの方行きたいと思いますと。はいはい、ルシエルアフォール。ほ、お、アルさん頑張って。アルさんって誰だ、ドラゴンかな。多分ドラゴンの子だと思います、うんうんうん、僕とこれ唯一ゲットできてないんで。唯一ゲットできてない、はい、でパーティー全員の与えるダメージをかなりアップということで、はい、まあ、使いやすいやつですね、うんうんうん、でそれは英語への攻防かな、うん、で自身の消費 SP を 30% 3回 30% ごめん、自身の消費 SP を30秒間3回 30% 軽減し、はい、敵に雷属性ダメージを与える、うんうん、はい、ということで、はいはいはい、すごいな。SP カットがつくんですね。SP カットね、30% の SP カットと雷属性ダメージの攻撃が出ると。で S2 が王の剣タスクフォール。ほう、強そう。味方の攻撃力を30秒間 50% アップさせ、はいはい、さらに敵を引き寄せ王の剣を呼び出してダメージを与えると。そこの、うん、その後王の剣の周囲の王の剣の周囲の味方の HP を回復する。なるほど。よく分かんなかった。まあこれは見てみましょう。で、うん、オートスキルが攻撃速度 30% って結構普通のやつじゃね、普通に使えるやつと、まあいいですね、敵撃破時に被ダメージマイナス4%、うん、アクションスキル強化プラ 10% 上限で、おお、2倍になるんですね。いいですね。最大でね。はいはいはい。で敵撃5体撃破ごとに、うん、HP 20% と SP が 20% がいくと、おお、すごいねこれね、新しいやつですね。あ、SP は20ですね。あ、20ね、20ね、20の回復ね。もうすごいじゃないですか。でも20でも十分、ね、おお、すごい。結構 HP も自身で回復できちゃう。まあダスクフォールで回復できるっぽいんで。うん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 。なるほどなるほど。今日完全にちょっと行ってみたいと思いますので、ナンバーを入れていただけると。はいはいはい。64180。はい。はいはい。まあ一回さっき触ったんですけど、はい、一応ねロケハン的な感じで、ね。ロケハン。まあ今回の一番の当たりキャラなんじゃないかなって個人的には思ってるのがこの。ルシエラ。へえ、なんか HP 回復って言ってたからサポートも強いんかなっていう。まあ攻撃力もアップもありますからね。うんうんうん、しました。こう強そうだなと。ね。で SH 行きますか。うんうん、SH IB 追尾ビームっていう。うわあ、すごい。威力はそこまででもないんだけど。いやでも結構まあ。結構ぐるぐる。追尾速度が速いっていうのは嬉しい。そうだね。うん。はい。かなり助かるというか。この辺で打てばビーっていくね。もう結構。ああ、本当だ。いいですね。こう敵がいっぱいできたところで S2 をこうバラすと、こう吸い込みで王の剣を出すと。
これですね、王の剣。これが降ってくる。ああ、王の剣。で、ここにいると、この、HP が回復していく。あ、え、それ110も回復するんですか？で、あとこの、回復密度が濃いですよね。やばい。え？もう一回いきますよ。早すぎじゃないですか？ドーン、うん。で、結構3万とか、うん。結構大ダメージ与えてるんで。すごいよね。うん、もう一回出そう。おい、ドーン。4万とかいくしね。わあ。なんか結構回復してる。まとめてね、敵を倒せるんで、その5体で20回復も結構満たしちゃうっていうね。ああ、そっか、それでたまにかなり HP と SP が。ドーンってね。これあったもん、一体、わあ、やべえ。近くにいると何回回復できるんでしょ、これ。近くにいると何回回復できる、うん、ああ、なるほど。ほら、近くにいないと HP 回復しない。これ、暦の陣みたいじゃないですか。うん、最大どのぐらい回復できるんだろうなっていう。キャットがいますよ。次でやってみますか。はい、ちょっとそれ気になりました。これ攻撃アップは最初につくんですかね。そうっぽいですね、うん、ここでついて、はい、落として1、2、3、あ、そうか、違うのか、そっち。5、6、7、8ぐらいですね。あ、すごい、880。まあなんか、いやいやいや、密度が濃いから、うん、結構即死回避っぽく、すぐ回復する、即死回避っぽく使えそうな感じも。うん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 。消費 SP が何ぼだ、ちょっと待ってね、見ます。よいしょよいしょ。ウィキ安定感の感じになるわけだ。うん、すごい。S1 の攻め力が高いと。 S1 が消費 SP30 で S2 が58ですね。あ、そっか、これ。で、うん、さらに S1 でほらSP カット 30% が効くんで、うん、S1 打ってから S2 だと燃費が良くなるというか。 58? 58の S1 の後だとまあ 30% オフ。あ、58 だと17引けるぐらい、41ぐらいですかよってこと。うんうんうん、ん 41?17、うん、引いたら、あ、そっか、そのぐらいか。やばい、なんかもうお腹空いちゃって。お腹空いちゃったせいしないでよ、算数の。お腹空いちゃったな。いやー、なんかさっきピザ食べたいって話してたじゃないですか。あ、今日ピザデリバリーしようって。みんな詰めて仕事してるからね。そう、みんなで食べようって言ってたから、もう頭の中がピザのことでいっぱいですよ。今から頼んでいいですよ。本当ですか？ピザ頼んでください。頼んでください今やってんだ。いや、だってほら、私これ入っちゃってるから携帯使えないですもん。あ、そうか。そうだよ、自家電であれですよ。ピザ実際に買いに行くとほら、うん、1枚の値段で2枚買えるから。え、この辺どこにあるんですか？わかんない。めっちゃあるから話しながらです、やばい、話しながらです、やばい。っていう感じで、なんかこうは割と軽口を叩きながらも割と安定して戦えてるっていう、うん、そうですね。で、危なくなったら S2 で剣を落とせばいいんですもんね。そう、 S2 でこうやってドーンドーンって落とせば、わー、すごい。これ S2 の火力もまたすごいですよね。すごいね、吸い込みがすごい。俺は吸い込みが強いと思う、これは。でもかっこいいよね、なんか見た目も、うん、強い、強いし綺麗だし、なんかすごい。いいなぁ、これいいなぁ。唯一出てねえんだよなぁ。一番当たりだと思うんだけどな、俺。あ、ん？一番当たりだと思うんだけどなって。俺欲しい？俺欲しい、これ。お、じゃあ俺もうコンプ狙っちゃいますか？コンプは狙わないです。ちょっと。諦めるんですか？諦めます。へぇあー、いい、いい、あ、すごい。あ、すごいなこれ。うん、やっぱ殲滅力高いし、うん、まあそもそも移動力はドラゴンライダーだし、うん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 、結構ね、あ、今上ってこうやって上見たら見ましたまあいいや。なんか S2 が強力すぎて S1 打つの忘れそう、うん、そうね。でも S1 打つと SP カットが、あ、これやっちゃった。危なー。剣を刺すんだ、剣を刺すんだ。おお、回復できる。仲間も回復できるし、もう文句ねえな、このキャラ。これ周囲にいるとみんな回復できるから本当に、うん、やっぱあと、あのキルアップでアクションスキル自体が2倍になるから、うん、そうですね、序盤は多分剣もそんなにダメージが与えないんだけど。あ、なるほど。じゃあ10体倒してからこうやると、うん、3万とかね、回復量とかもじゃあ違くなるのかな。あ、確かにそうなの、そういうのかな。確かにそうだね、かもしれないですね。ちょっと試してみますか、ね、どっちだろう。はい、という感じで、はいはいはい、激ハーという。激ハーボー。強いなぁ。かっこいいなぁ。2発レードってんだな。ビービー。ビービー。本人と、うんうん、アルくんだっけ。うんうん、うん。打ってるっていう。おぉ、すごいな。このキャラは僕、マジで一押しっすね、今回。うん。すごい。
安定感がやっぱありますね。安定感がある。味方やっぱ強力でも味方を回復できるっていうのと、うんうんうん、そもそもの殲滅力が高くてこうクエストとかも結構回りやすいっていう、そうですね、結構バランスのいいキャラなのかなという感じで、うんうんうん、僕はかなり評価してますね。このキャラ火力もあるし、うんうんうん、強いな。 SP も200乗せやすそうですね。なんとなく乗せやすそうだった今。うん、なんかタウンマックスの3突で200乗りますね。へえ。だからあの武器とかアクセサリーがあれば結構簡単にあっさり、うん、200乗りそういっちゃうと、うん、そんな感じしますね。結構ルシエラすごいな。うん、結構おすすめのキャラです。良さげ。うん、なんか黒なんかバトルフィールドか、はいはいはい、ああいうねちょっと雑魚敵が多いところだと吸い込みとすごそうキルアップも結構狙いやすいんで、はいはいはい、ちょっと、まあ、ここでちょっと回復を見てみましょう。もうやっぱ半分だね。あ、回復も半分だ。あ、本当だ。じゃあなるべく10体倒してからの方がいいんですね、うん、の方がいいっぽいですね、うん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 、なるほどね。はあ、なるほどな。これすごい減ってんじゃん、いきなりなのに、ね、6000ぐらい減ってんじゃん。おお、すごい。あ、属性ダメージあるのもいいですね。やるじゃん、このキャラやっぱ強いわおすすめです。おすすめです。超ざっくりふわっとふわっと多分、うん、一番当たりなんじゃないかな。おー、今回僕は一番当たりだと思うな。やっぱドラゴンライダーいいな。これとユッカちゃんかな。まあいいや、うんうんうん、あ、ユッカちゃんもいいですね。ユッカちゃんかこれかと、私的に魔導士アリエッタちゃん結構そこら辺楽しそうと思っちゃって欲しいんだよ。あ、結構おすすめ、うん、ルシエラちゃんおすすめキャラ、まあ、もちろん剣のミコトちゃんも結構面白いキャラなんでね、今回紹介したミコトちゃんとルシエラちゃんはかなりゲットした人が楽しめるような気がします。そうですね、楽しめないキャラっていいのかな、多分いねえななんか今回本当に全員個性的というか、うん、なんかいろんな方向に尖ってるので、そうね、なんかいろオプション系が結構多いので、うん、楽しい。結構愛とかもね、うんうんうん、あ、強化がついてとか ビーってやるやつとか、あ、オプション、うん、結構面白いキャラが本当に多いんでね、うんうんうん、ぜひぜひちょっと引いてみてはいかがでしょうか。無理ないね、ジュエルのね消費をね、みたいにね2000とか消費しちゃうと結構次が大変になっちゃうんで、計画的に計画的に、はい、という感じで、はい、ファミツアップエンディングいきたいと思います。イエス。ファミツアップ YouTube チャンネルご登録よろしくお願いします。お願いします。はい、 PC の方は星たぬきがいる場所です。これこっちもいるよ、はい、こっちもいるよ。それはブランケットなんで割と偽物的なやつです。偽物じゃないよ。スマートフォンの方は下の概要欄、はい、説明欄からぜひぜひご登録よろしくお願いします。ニコ生もねやってるのでね、はい、放送日はまあファミツアップのサイトの方でぜひチェックしてみてください。はい、はい、という感じで今回はドラゴンライダーのルシエラちゃん、はい、で剣士のミコトちゃん、はい、この2キャラを紹介しました。ファミツアップのケンちゃんでした。サーヤでした。バイバイ。バイバイ。ぬぬん。